アリエル。アリエル、またはエアリエルは、天皇星の第一衛星で、天皇星の五大衛星の一つである。五大衛星の中では四番目に大きい。1851年に、ウィリアム・ラッセルによって発見された。アリエルは1851年10月24日に、ウィリアム・ラッセルによって発見された。この時は同時にウンブリエルも発見されている。なお 1787年に天皇星の衛星で最も大きいチタニアとオベロンを発見たウィリアム・ハーシェルは、さらに4つの衛星を発見したと主張したが、これらはその後確認されず、ハーシェルによる発見は誤りであったと考えられている。天皇星のすべての衛星は、ウィリアム・シェイクスピアの作品、もしくはアレクサンダー・ポープの紙盗人にちなんで名付けられている。 1> 第一衛星から第四衛星までは、ウィリアム・ラッセルの依頼を受けたジョン・ハーシェルにより命名されており、アリエルは第二衛星のウンブリエルと共に、ポープの儀曲、神盗人に登場する精霊の前にちなんで名付けられた。アリエルの名は、シェイクスピアの儀曲、テンペストにも登場する。その他、ユーラネス・アイとも呼ばれる、天皇星の号大衛星の中で、アリエルは、 天皇星に2番目に近い軌道を公転している。軌道離心率は小さく、また天皇星の赤道面に対する軌道傾斜角も非常に小さい。軌道周期はおよそ2.5日で、自転周期と同期している。そのため、地球の月と同様に常に同じ面を天皇星に向けながら公転している。これは、超積固定と呼ばれる状態である。アリエルの軌道は、 天皇星の磁気圏の完全に内部にある。アリエルのように大気を持たずに磁気圏内を公転する衛星では、公転の進行方向と逆向きの高校半球の表面は惑星の自点と境界点する磁気圏のプラズマ粒子の衝突にさらされることになる。これはオベロンを除くすべての天皇星の衛星の高校半球で見られるような暗い表面の原因になっていると考えられる。 またアリエルは磁気圏の家電粒子を捕獲しており、これは1986年にロイジャー2号がアリエル金棒を通過した際に検出されるエネルギー粒子の明確な現象という形で検出されている。天皇星と同様に横倒しの軌道で降転しているため、下しの際には北半球が直接太陽の方向を向くことになり、逆に南半球は太陽とは 反対方向を向くことになる。そのためアリエルは極端な季節変化を経験する。地球の場合は極域が下死や冬至の前後に白や下極やを経験するが、その極端な状態と言える。このためアリエルの両極は天皇制における半年の間ずっと昼か夜が続く。ボイジャー2号が1986年にフライバイした。 際は、南半球が下旬を迎えている最中であり、北半球は全体が夜であった。四十二年ごとに天皇星が分天に差し掛かり、赤道面が地球と交差するときに、天皇星の衛星同士の遠平が観測可能になる。このような現象は2007年から2008年にかけて発生し、2007年8月19日には、ウンブリエルによるアリエルの遠平が発生した。 現在のアリエルは他の天皇星の衛星といかなる軌道共鳴も起こしていない。しかし過去にはミランダと5、3の共鳴を起こしており、これは過去の内部加熱に部分的に寄与していたと考えられている。またチタニアとは4、1の共鳴を起こしていたが、後に共鳴を脱出したと考えられる。天皇星の扁平率が小さいため、木星や土星の衛星と比べると、 天皇星の衛星が平均運動共鳴から脱出するのはやや的容易である。38億年ほど前に起こったと思われる。この軌道共鳴はアリエルの軌道離心率を上昇させ、天皇防止の潮積力による衛星内部での潮積摩擦を引き起こした。この潮積摩擦により衛星内部の温度は 20K 程度加熱されたと予想される。 アリエルは天皇星の衛星の中で4番目に大きく、質量では3番目になる。密度は1 6 6ム、センチメートルであり、水氷と高密度の氷でない成分が概ね同じ、割合で含まれる素性であることが示唆される。氷でない成分は岩石と炭素質の物質からなると考えられ、後者はソリンのような重い有機化合物を含んでいる。水の氷が存在することは、 赤外線の分光観測から明らかになっており、観測では表面に結晶質の氷が存在することが判明している。この氷は空撃が多いため、太陽放射による熱を下の層にあまり透過させない。氷による吸収の特徴は高校半球よりも高天の先行半球で強い。この非対称性の原因は明らかになっていないが、 天皇防止の磁気圏からの家電粒子の衝突と関係していると考えられる。磁気圏内の家電粒子は天皇星の時点とほぼ同じ角速度で動いているため、アリエルの軌道ではアリエルの公天速度よりも速く、そのため後方半球に後方から追突する形で衝突する。エネルギー粒子は水の氷のスパッタリングを起こす傾向があり、クラスレートハイドレートの形で 氷の中に囚われているメタンを分解して有機物を暗くし炭素が豊富な暗い残余物が生成される。水以外にアリエルの表面に赤外線分光観測で発見されている化合物は二酸化炭素のみであり、主に高校半球に濃集している。アリエルは他のどの天皇星の衛星よりも強い二酸化炭素の特徴がスペトル中に見られており、 また二酸化炭素が検出された初めての天皇星の衛星でもある。この二酸化炭素の起源は明らかになっていない。天皇母子の実機圏からやってくる高エネルギーの過電粒子や太陽からの紫外線の影響で炭素化合物や有機物から局所的に生成されている可能性がある。この仮説は二酸化炭素の濃臭の非対称性を説明することができる。これは高校半球では 先行半球よりも磁気圏からの粒子の影響が強いからである。その他の可能性としては、アリエル内部の氷に昔から捕獲されているに、酸化炭素の脱ガスによるという仮説も存在する。この場合、内部からの二酸化炭素の流出は、過去の地質学的な活動と関連している可能性がある。アリエルのサイズ、岩石と氷の組成の割合、 水の融点を下げるアンモニアや塩化物が存在する可能性を考慮するとアリエルの内部は中心部の岩石の核とそれを取り囲む氷のマントルに分化している可能性があるこれが正しかった場合核の半径は 372km と推定されるこれはアリエルの半径の64%に相当し核の質量は衛星全体の質量の56%と 推定される。中心核での圧力は 0.3GPA になる。氷マントルの現在の状態は不明であり、内部界の存在については、肯定的な意見と否定的な意見の両方が存在する。るアリエルは天皇星の衛星の中で最も高いアルベドを持つ。表面は昇降下を示す。位相角が0度の位置から見た場合の反射率は53%だが、 位相角が一度では35%にまで減少する。またボンドアルベドは0.23であり、天皇星の衛星の中では最も高い。アリエルの表面の色は全体的には中間的である。先行半球と後行半球で非対称性があり、後行半球は先行半球よりも2%ほど赤い色を示す。アリエルの表面は一般に アルベドと地形、色の間に相関関係を示さない。例えば、峡谷の部分は、クレーターの多い平原と同じ色を示す。しかしいくつかの新しいクレーターの周囲に堆積した、明るい物質は、わずかに青っぽい色を示す。その他には、いくつかのわずかに青い反転が見られるものの、他の、いかなる表面の特徴とも対応していない。観測されているアリエルの表面は、三つの領域に、 分割できる。クレーターの多い地域、山脈、そして平原である。表面に見られる主要な特徴としては、クレーター、峡谷、断層崖、トラフが挙げられる。クレーターの多い地域は、アリエルの南極を中心にして広がっており、アリエル表面で最も古く、地理的に最も大きな領域である。網目状の崖や峡谷、峡谷細い山脈が走っており、 これらの特徴は、南半球の中緯度領域によく見られる。カズマ地形として知られる峡谷は、おそらくは、引っ張り応力によって形成された溝状の地形であり、衛星内部での液体の水が凍結する際の、全球的な引っ張り応力の結果だと考えられる。幅は15から5 0トルであり、東や北東方向に走っているものが多い。多くの峡谷の底部は突上であり、 1>, 1から2キロメートルほど盛り上がっている。最も長い峡谷は、ガダニであり、長さは6 2 0トル以上にも及ぶ。この地形は、太陽光が当たっておらず、ボイジャー2号が観測できなかった側の半球まで、続いているため、正確な、長さは不明である。次に多い地形は山脈であり、山脈の帯とトラフが、数百キロメートルの長さにわたって続いている。 山脈はクレーターの多い領域を区切り、多角形の形状に切り取っている。山脈の帯は、それぞれが25から7 0トルの幅を持ち、個々の山脈とトラフは、最大で2 0 0トル程度の長さで、それぞれ10から3 5トルほど離れて存在している。山脈の帯はしばしば連続した峡谷を形成しており、これは異なる形態の地層であるか。 あるいは諸星破壊のような同じ、引っ張り応力に対して地殻が異なる応答をした、結果できた地形であることを示唆している。アリエルの表面で最も若い領域が平原である。比較的高度が低く滑らかな領域であり、クレーターの存在密度に違いが見られることから、長い時間をかけて形成されたはずである。平原は、峡谷の底部とクレーターの多い地域の中心にある。 不規則な低地に見られる。校舎はクレーターの多い地域とは明瞭な境界で区切られており、洋上のパターンを持つ場合もある。平原を形成した原因として最もらしいのは火山活動である。地形の特徴は地球における縦状火山と類似しており、明瞭な境界で区切られていることから、噴出した液体は非常に粘性が高く、おそらくは 過冷却状態の水とアンモニアの溶液であったと考えられる。また、固体の氷の火山活動の可能性もある。この仮説上の氷の溶岩の厚みは1から 3km 程度と推定されている。従って、内部由来の活動によってアリエルの表面の更新が行われている時期には谷が形成されている必要がある。平原のいくつかの領域は1億年よりも若いと、 考えられており、アリエルはサイズが比較的小さく現在は超積加熱も発生していないにもかかわらず、現在でもまだ地質学的に活発である可能性が示唆されている。アリエルの表面は他の天皇星の衛星と比べると一様にクレーターが存在するように見える。大きなクレーターが比較的少ないため表面は 太陽系形成初期の状態を保っておらず、進化のどこかの段階で完全に表面が更新されたことを意味している。アリエルの過去の活発な地質学的活動は現在よりも軌道離心率が大きな軌道であった頃の超積加熱によって引き起こされてたと信じられている。アリエルに見られる最も大きいクレーターやがは直径が 78km しかなく、 形成後に変形を受けた形跡が見られる。アリエルに見られる大きなクレーターは全て平坦な底部を持ち、中心には中央球が見られる。また、いくつかのクレーターは明るい放出物に囲まれている。多くのクレーターは多角形状になっており、形状はもともと存在した結晶構造によって影響を受けていることを示している。クレーターが多く見られる平原では、 衝突クレーターが風化した結果できたと思われる直径 100km 程度の大きな明るいパッチ状の領域が見られる。これが正しかった場合、この領域は木星の衛星ガニメデに見られると類似したものであると考えられる。また、波10度、統計30度の位置に見られる直径 245km の円形の低地は、激しく風化した大きな衝突クレーターの可能性がある。 アリエルは天皇星周りの荒着円盤の中で形成されたと考えられている。これはガスト、ダストからなる円盤であり、天皇星形成後の一定期間の間存在したものか、あるいは天皇星の赤道傾斜角を大きく傾ける原因となった巨大衝突によって形成されたものである。この円盤の詳しい蘇生は不明だが、天王星の衛星が土星の衛星と比べて、 高密度であることから、比較的水が少ない組成であった可能性がある。炭素と窒素の大部分は、メタンやアンモニアではなく一酸化炭素と窒素分子の形で存在したと考えられる。このような円盤の中で衛星が形成されると、氷は比較的少なく、また氷の中には、クラスレートの形で一酸化炭素と窒素が取り込まれ、また比較的多くの岩石が材料となるため、 高い密度を説明することができる。硬着過程は衛星が完全に形成されるまで数千年の間、継続したと考えられる。理論モデルによると、硬着に伴う衝突はアリエルの外装を加熱し、深さ 31km にわたって最大で 195K にまで温度が上昇したことが示唆されている。形成が終了した後、 表面付近の層は冷却するが、アリエルの内部は岩石に含まれる。放射性元素の崩壊によって加熱される。冷えていく表面近くの層は収縮し、温められている内部は拡大する。これにより30波にも及ぶ強い引っ張り応力が衛星の近くにかかり、近くが破壊されたと考えられる。現在見られる崖や峡谷はこの過程で形成されたと考えられ、 この過程はおよそ2億年にわたって継続した。もし不凍液の役割を果たすアンモニア水和物や塩化物が存在した場合、初期の膠着加熱と放射性元素の崩壊、さらには超赤加熱によってアリエル内部の氷は溶けていたと考えられる。内部が溶裕した場合は氷と岩石が分離し、氷マントルに覆われた岩石の核という分化した構造に進化する。 アンモニアを大量に溶かした液体の水の層はコアマントル境界を形成したかもしれない。この混合物の強小温度は 176K である。しかしこの内部界は遥か昔に凍結してしまったと考えられる。水の凍結によって内部は膨張し、強国が形成され古い表面が更新された。内部界にあった液体は表面に噴出することもあったと考えられ。 氷火山として活動した。アリエルと大きさ、密度、表面温度が似ている土星の衛星ディオネの熱モデルでは内部で数十億年にわたって固体状態の対流が継続していたことが示唆されている。また温度がアンモニア水の融点である 173K を超えていた時期は表面付近では形成後の数億年間。 核の近くでは10億年程度継続したと考えられる。アリエルの等級は14.8であり、これは近日点付近にいる時の明王星の明るさに近い。しかし明王星は30センチメートル口径の望遠鏡を用いて観測できるのに対し、アリエルはより明るい天王星の近くに存在するため、40センチメートル口径の望遠鏡を用いても、 しばしば観測することができない。アリエルの接近観測画像は、ロイジャー2号によるものだけであり、1986年1月に天皇星をフライバイする最中に撮影された。最も接近した時の距離は 127.000km であり、ミランダへの接近時に次ぐ距離での観測が行われた。最も高解像度の写真では、分解能はおよそ 2km であった。 ボイジャー2号の観測では、表面のおよそ40%が撮影されたが、クレーター個数を数えたり、地質図を作成するのに必要な精度で観測できたのは、全体の35%にとどまった。フライバイの時期は、他の天皇星の衛星と同様に、アリエルの南半球が太陽の方向を向いており、北半球には太陽光が当たっておらず観測することができなかった。 ボイジャー2号の後は、天皇星を探査した探査機は存在しない。土星探査機、カッシーニのミッションでは、拡張ミッションを検討する段階で、天皇星に送り込むことの可否が議論された。この計画では、カッシーニが土星を離脱した後におよそ20年かけて、天皇星系に到達するものとされた。しかしカッシーニは土星系に止まり、 最終的に土星の大気に突入させることとなったため子アイデアは廃案となった。2006年7月26日にアリエルが天皇星を通過する様子がハップル宇宙望遠鏡で観測された。この観測では天皇星の雲んにアリエルが影を落としている様子が見られた。このようなイベントは希少であり天皇星が雲典にいる前後にしか発生しない。 2008年にも再び通貨があり、こちらはヨーロッパ難点点問題で観測された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。